いろいろと失敗の多い人生を歩んできたんですけどそうですねあれは2000年の初め頃だったかと思うんですけどね私は今の夫と逃亡生活を送っていた時期がありますあの短い期間だったんですけれども当時は 都内のホテルなどを転々としましてね最終的には赤坂の今はないウィークリーマンションに部屋を借りて住むことになったんですまあ住むと言ってもごく短い期間1ヶ月余りだったんですけどまあそもそもそこに住む時 今の夫のこう身分証明書で契約をするわけですけれども何しろ逃げ回っておりますから夫のそのままの例えば免許証などで部屋を借りると足がつく可能性があるそこで当時彼のまあ上司にあたる人制作会社の部長だったんですけれども その方の免許証をお借りして、それでお部屋を借りることにしたんです。まあしかし免許証の写真と、彼の顔、別人ですから違うわけですよね。ウィークリーマンションの出入り口には受付があって、そこには常に中年の男性がおりました。その建物の、 管理人なわけですねウィークリーマンションはチェーン展開しておりましたからそこの会社で雇われた人だと思うんですけれどもまあ非常にチェックが甘い全くバレないわけですそれで私たちそこに無事に住むことができたんですけどそんな調子ですから いろいろと怪しい人物がその建物を出入りしておりました夕方になると外国人の女性たちがまあかなり露出の激しい格好をしてその建物からどうやら出勤していくんですねあとあるいはどうしたわけだか 学校に行かなければいけないような年頃の子どもたちこれがその建物の共有部分でよく遊んでおりました小学校にも幼稚園にも行っていないんですね地下のコインランドリーには小学校の高学年か中学生か 10代も前半でしょうか少女たちがたむろしていることがありましたまだ学校で授業をやってるような時間ですある時私が地下のコインランドリーに洗濯物を持ってきましたら少女たちが笑いさざめいているんですね34人でで くっさもう一回洗うどうする触るのやだこんなことを言ってるんです何を洗っているんだろうと思いましたら彼女たちの足元に何か汚らしい大きな靴下が落ちている男の人の靴下のように見えました濡れているんですね 少女たちの一人がそれに気が付きまして「わっやだ落ちてる」えー「え触りたくない」まあ一人が鼻をつまみながら拾って「くっさー汚なー」と言いながら洗濯機に入れる私の方をちらっと見てクスクスクスッとみんなで目を伏せて笑い合うんですまあどういう不良少女たちだろうと。 なぜ学校をさおってるのかしらと。私は思いましたね。こういうことは一度ではなく、何度もありまして。それはコインランドリーだけではなくて。自動販売機のコーナーであったり。また階段のところに、みんなでたむろしている。こんな光景も見ました。私たちが借りた部屋。まあ、あの、彼はね。 昼間仕事で出てたりするわけです。私が一人で留守番していることも多かった。黄昏時になると、よく隣の部屋で赤ん坊が泣いてました。うんにゃうんにゃうんにゃ。うんにゃうんにゃ。うんゃ,あ,、うん、ゃあ,あ、隣の部屋、赤ちゃんがいるんだなと思いました。かなり大声で泣いていることもありまして。まあ、意地悪をするつもりではないんですが。そちらの壁をどん。 ふっと私が叩くとふっと鳴き声が止むこんなこともありましたしばらくするとそのお部屋何か工事を始めたようで、えー、作業員の人たちがこう部屋を出入りするようになった「ああ引っ越されたんだなどちらかに出て行かれたんだなあの赤ちゃん連れの人」 と私は顔を見たこともないんですけれども赤ん坊の声を聞いていたのでそんなふうに思ったんですでもねある時こう部屋から出てみると何かその部屋のドア隣の部屋のドアですねこれが開いていたんですまあ私好奇心に駆られまして 30センチぐらい空いてい空てるどうも今は工事をやっていないみたいだと思いましてちょっとドアを開けてみたするとね真っ黒な瞳と目があったんです床の低いところにね玄関の上がりがまちのところに赤ん坊がいたんですよ おむつもしていなくて妙に肌が黄ばんで痩せているそんな赤ん坊が玄関にハイハイで降りてこようとした私の方を見上げながら笑ってるんですよ私は何かすごくゾッとしましてドアを閉めました それからその後そうですね翌日だったか数時間後だったかもう忘れてしまったんですけれどもまたほんの野暮用で外に出ることになりましてすると今度はまた作業員の人たちがいるんですね。で私訪ねてみたんですよ。このの部屋の方引っ越されたんですかすると作業員の人がえ「え ここはずっと誰も入ってないはずですよちょっとリフォームすることになりましてこんなことをおっしゃるえ、じゃああの赤ん坊の鳴き声やあの赤ちゃんは一体何だったんだろうそうしてみると工事が始まってるのに裸の赤ん坊がいるのはいかにもおかしい あれは何だったんだこんな風に思いましてねそれから別の時今度は夜ですその時もね彼は帰りが遅かったもう12時ぐらいなのにまだ帰ってこない三輪車を漕ぐ音がするんです廊下でね聞こ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  確かに三輪車を漕いでいる幼児を見かけたことがありました「あああの子もそういえばおかしいな幼稚園か何かに行ってるような年頃のはず45歳ぐらいかな遠くから見かけただけだったので顔まではよくわからない」「でも確かにこのウィークリーマンションに小さな子供を連れた家族がいる」 これは間違いがなかったんです時計を見ると何しろもう12時近いこんな時間にどうしたんだろうキコ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 廊下を行ったり来たりしているええー、1往復ぐらいして非常に気になったので私はドアを開けました。 するとね私の部屋から少しこう離れたところに三輪車があってそこに小さな子がこう乗ってるんです男の子なのか女の子なのか後ろ姿なのでよくわかりませんでもね何かおかしい薄暗い共有部分の廊下です天井にぽつりぽつりと明かりがついている 真っ暗ではないからよく見えるんですがその子の着ている服妙に薄黒く汚れてるんですねしかもその何と言ったらいいか微妙な話ですけどお尻の辺りが茶色くシミができていてお漏らしでもしたような感じ非常に汚い。 そそばに行ったらいそうな髪の毛もね中途半端に伸びてるんですよ。長い髪ではない本来短いスポーツ狩りのようだったものが何か伸びてしまったようなボさボさとしている。あこの子はちゃんと世話をされてない子だな。そう思ってみると肩のあたり幼児にしては妙に尖っている。 痩せてるんですね。あら、かわいそうな子だ。と思って、私、わざと大きな声で、こんな時間に外に行っちゃダメだよ。おうちの人はと言いました。なんで大きな声を出したかというと、もしかしたらドアを閉めてみても、その子の親がね、私の声を聞いて、 外に出てくるかもしれないと思ったんですよどうせきっと同じ階なわけですしね部屋はいくつか並んでましたけどでそうしましたらね奥の方のドアがうっすら開いて何か女性が叫んだそれがね日本語ではないんです何を言ってるかわからないでもね そちらに向かって子供が三輪車をこぎ出した。ああよかったと思って私はドアを閉めました。ところが三輪車の音が戻ってくるんです。聞こ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 またこちらに近づいてきます。私はドアを開けてこらと言おうと思った。 2メーターぐらい先に子供が今度はこちらを向いて三輪車を止めました一瞬目があった私はとっさにすぐ目をそらしましたあまりにも痛ましい様子だったので精神に耐えなかったんですよねもう顔色が悪い幼児にしては青白い 何か肌がしわばんでいるんですよ小さな子供なのにうつろな目ですあっと思って目をそらして「帰りなさい」とだけ言ってすぐドアを閉めた「キコキコキコキ」ドアの前で三輪車の音が止まりましたえっと このの部屋の前にいる。どうしよう?」。非常に迷ったんですけど私は思い切ってドアを開けました。さっきその子の親と思われる女性の声が聞こえたその部屋3つぐらい隣だったかなだい大体覚えていたので。 思い切っててその子を連れてこうと思ったんですよところがねドアを開けたら部屋の前に三輪車もその子もいないあれ左右を見ると廊下の奥の方に誰も乗っていない三輪車がポツッと止まってるんです。 それからまあ私たち状況が変わりましてねであのまあ晴れて普通のマンションを借りられることになったもう逃げ隠れしなくてよくなったんですよそして月日が経って3年ほど後です2003年の初夏の頃だったと思うんですけどね私たち マンションでテレビを見てました。するとね、テレビのニュース番組で見覚えのある建物が映ったんですよ。あれなんだろうあの建物、あそこだよね。と彼と私は話し合いまして、そう、間違いない。あそこだ。 赤坂で私たちが滞在していたあのウィークリーマンションなんですそこで大変な事件が起きたというニュースでしたそのマンションから逃げ出して助けを求めた少女がいてそれが発端でいろいろなことが分かり始めたとその少女たちが監禁されていたとおぼしき部屋で 若い男性が亡くなってたんですよこの事件にはまあ何か深い闇があると言われまして一時は世間を非常ににぎわしたそういう事件があったということなので私はいろいろ思い出しました。そうあのコインランラドリーで 男物の靴下を洗っていた、まあ、他にもねなんだかわからない臭いとか汚いとか言いながら何か洗っていた様子の少女たちであるとかあと妙にねこう小さな子供をよく見かけたことであるとかそれから出入りする人のチェックが甘くて誰でも自由に出入りできた様子だったりそんなことをいろいろ考えまして あ,あ,あそこには一種のこの都会の魔物が集まっていたんだなあとこう思った次第なんですがよーく考えてみると当時の私と彼もねその魔物のうちの一匹二匹だったのかなと思うんですよね。 いえ、もうありませんいつ建て替わったのかわからないんですけれども全く別の建物が建っておりまして、えー、今は何でしょうねこうお店屋さんが入ったりホテルがあったりするような大きなビルが建ってますね。まあどうでしょうただ街の雰囲気はすっかり変わりましたね。